メリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、教官が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が再現されようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和5年6月25日、場所は大阪 MK タクシーフィードエキスポにて、2023ジュニアボールチャレンジグリーンボールチャレンジジュニアトーナメント決勝戦になります。トライアクスジェスター祭磯のスーパースターの一戦が行われます。両チームの選手は花道の準備をお願いします。試合開始は前の試合の時間の兼ね合いがありまして、14時15分のキックオフ予定です。両チームそれに先立つウォーミングアップに入念に行われております。このコロナ禍明けました、その開花開校を謳歌しておりましたこの2023年春、その中におきまして X2 注意、 X3 そして地方社会人チームを交えまして、その組織団体を超えた大きな大会として催されましたグリーンボールチャレンジジュニアトーナメント、その大きなイベント、ビッグイベントトーナメントをついにその決勝戦の時を迎えました。その決勝戦の対戦カードは X2 に所属しておりますチームの対決となりました。その一雄はトライアクシスジェイスターズ、そしてもう一方の雄は磯のスーパースターズとなりました。さあ、さまざまな主力混合、多くの有志が集いましたこの大会。その最終的に有終の美を飾るのは果たしてこの両雄どちらになるでしょうか。現在その試合に先立ちまして、両チームそれに彩りを添えんとオープニングセレモニーに向かっております。またこの白熱した一戦も、皆様本日はご来場ありがとうございます。ただただにこのスタンドに観戦にお越しいただいております。大変嬉しく思います。試合開始に先立ちまして選手の入場を行います。今しばらくお待ちください。チアリーダーがフィールドの中にそのオープニングゲートをスクランと入ってまいりました。お待たせいたしました、磯のスーパースターズ選手の入場です。まずはその先陣を切りますのは磯のスーパースターズです。2014年に複数のチームが合併しましてできました無名集団磯野、再び X2 に復帰した名前をしかし飾らんと華々しくチーム名をスーパースターとなり、翌年一気に X2 昇格を果たしました。初の優勝を目指します。少数可兵ながら厳しい状況をくぐり抜けておりましたが、しかし苦戦をし X3 に降格、しかしその間に多くの人員を集めチーム夫人立て直し、昨シーズン見事 X2 再昇格を果たしました。その勢いからしてこのジュニアトーナメント優勝を狙います。ノーライムスーパースターズ、磯野のスーパースターズゲットイン。お待たせいたしました。さあ、それに対しますのは名門ジェイスターズです。かつて富士通ゼロックスとして X2 でその名を轟かせました強豪、しかしこのチームも外ノンスポンサーとの厳しい状況により X3 の苦杯を舐めている時期がありました。
それを立て直し、今シーズン大量に人員を補強し、一気に X2 制覇を目指します。これまでのチームをはるかに超越し、勝ち切るチームへ、2023シーズン X1 エリア昇格にふさわしいチームに。We are Jesters! Hi, Axis! Jesters, get in! かつての栄光の時を鳥川さんと今シーズン大量補強に成功しました。その勢いに変えまして、このジュニアトーナメント決勝進出を果たしております。さあ、優秀な追いを飾ることができるでしょうか。トライアクシスジェイサーズ、審判団フィールドに入りまして、ただいまより試合開始の時を迎えます。アメリカンフットボール協会主催、第69回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会グリーンボールジュニアトーナメント決勝戦、トライアクシスジェンスターズ対磯野スーパースターズの試合を行います。令和5年6月25日、場所は大阪、ただいまグラウンド中央では両チームのキャプテン、バイスキャプテン、審判団によるコイントスが行われています。グリーンボールチャレンジジュニアトーナメント決勝戦、トライアクシスジェイスターズ対磯野スーパースターズの一戦が行われます。今宵試合開始前のコイントスを行います。トライアクシスジェイスターズ、手前側に陣取ります。本日カラーのユニフォームをまとっているのがトライアクシスジェイスターズ、対しますホワイトのユニフォームをまとっているのが磯野スーパースターズです。コイントスの選択権は磯野となりました。磯野スーパースターズ、後半の試合、磯野はその選択権を後半に行使します。ジェイサーズ前半レシーブ、コイントスの結果、ミドルのユニフォーム、トライアクシスジェイサーズリターンで試合が始まります。白のユニフォーム、磯野スーパースターズのキックオフで試合が開始されます。この試合は1クォーター12分の正式ケージで行われます。12分の正式ケージで行います。さあ、両チームフィールドに散りまして、まもなく試合開始となります。グリーンボールチャレンジジュニアトーナメント決勝戦、その試合は磯野スーパースターズのキックオフで試合開始となります。キックオフを務めます磯野スーパースターズキックオフキッカーは箕浦、対しましてジェスターズにはリターナーに7番と33番を配置しました。7番はチームキャプテンの堀、33番
今シーズン加入の素晴らしいランニングバックの横田です。さあリターンに入った。ジェイサーズ陣30ヤード付近でボールで整いました。この位置からジェイサーズの攻撃に変わります。リターンは33番の横田でした。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでは攻撃、1回通しファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新どうするか。相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはジェイサーズ自陣31ヤードからファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。パス不成功。まずいきなりビッグプレーを展開しました。オフェンスチームが開始点より後方より1回だけできる前パスを敢行、しかもディープへ狙いました。タッチダウンを狙わんとロングパスを閉じましたが、これを磯の素晴らしいディフェンスでパスカット、パス不成功に終わらせています。前パス失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。従いまして攻撃トライ、ジェイスターズ攻撃権1つ失ってセカンドダウン、2回目の攻撃に入ります。トライアクシスジェイスターズセカンドダウン10、2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤード。今度はランプ、何枠14番に託しまして中央突破を図りました。しかしこれは磯野48番52番が集まりまして、このランプレー4ヤードのゲインでとどめています。トライアクシスジェイスターズサードダウン、ランプレー託されました。ジェイスターズ14番は谷岡、取りました。そのスーパースターズ48番は柱の、52番松本でした。さあこれによりジェイスターズは3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は6ヤード。従いましてジェイスターズサーダウン6、ボールオンはディリン33ヤード。パス不成功。この状況をパスによる突破を図りましたジェイサーズ。しかしこれもディフェンスの圧力か、パス定まらずパス不成功となりました。アメリカンフットボールでは攻撃1つ失って最後の攻撃権4回の攻撃権が与えられ、その4回の攻撃権さあこの最後の攻撃権においてジェイサーズはフォーメーションを変えまして、パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる攻撃放棄です。しかしこのキック力により陣地を挽回図ります。ストライクシスジェイサーズフォースダウン。さあ磯野リターンに入った。相手のディフェンスの裏を突くようにハーフエフティーまでリターン。この位置から磯野スーパーストローの攻撃に変わります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権で攻撃権更新を図るか、それが叶わぬ場合に相手の陣地にできるだけ有利な状況にボールを落とし合う形でその攻撃を繰り返します。まずはそのジェイサーズの最初の攻撃は結果的には攻撃権更新にならず、攻撃権は切り替わり磯野スーパースターズに変わります。磯野スーパースターズハーフエイカーのファーストアウト10、1回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤード。さあまずはランプレーから入りました。何枠25番に託しまして中央突破を図ります。ゲインは約2ヤード。キャリア25番は宮部、宮部のゲイン。タックルしたのはトライアクシスジェイサーズ。北海道から舞い込んできました、舞い降りました。しかし昨シーズン X イのリーディングラッシャー宮部にまず最初の宣弁を切らせました。磯野スーパースターズセカンドダウン、磯野セカンドダウン8、ボールオン相手陣48ヤード。さあ今度はオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーを展開しました。ここはランニングバック22番にピッチしまして右奥の展開、これをジェイスターズ9番タックルしましたがゲインを有しております。サードダウンに変わります。磯野スーパースターズサードダウン、素晴らしいランプレーを決めました。そのスーパースターズ22番は今タックルしましたのはジェイスターズ9番の1人、
磯のスーパースターズサーダウン2、2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離の残り2ヤード、どのように突破するでしょうか。ボールオンは相手陣41ヤード。さあ中央突破図るが、ジャイさん回してです。ここで磯野は27番の突破力にかけましたが、これをその95番見事に対応しまして、このランプレーノーゲインフォースアンで変えます。ジェイスターズ95番は鳥越、素晴らしい対応でした。磯野スーパースターズフォースダウン、磯野スーパースターズフォースダウン2でパントフォーメーションを選択しました。さあこれをリターンに入る、しかしこれも磯野のない、磯野ナイスカバー。ここで攻守交代、ターナー3番果敢にリターン試みましたが、結果的にジェイスターズ自陣12ヤード付近からの攻撃という形に変わります。攻守交代、攻撃権はトライアクスジェイスターズに変わります。双方ともこの試合のオープニングドライブは共にパントという形に終わりました。互いにその初手を封じ合う形になりましたが、さあその2回目の攻撃でこの動向をどちらが打開することになるでしょうか。トライアクスジェイスターズの攻撃に変わります。ジェイスターズ自陣12ヤードからファーストダウン10。さあ切り込んだ、ナイスファーストダウン。ここでランニングアップ、33番にハンドオフ、33番見事に終点突破しました。攻撃権更新です。一発で攻撃権更新をしました。トライアクスジェイスターズファーストダウン、素晴らしいランを決めましたな。ジェイスターズ33番の横田、14ヤードのゲイン。トライアクスジェイスターズ、ジェイスターズ陣地を自身26ヤードに変えてのファーストダウン10。さあ再びランプレー、これも粘ります。さらにいく、まだ倒れない、素晴らしいセカンドで放たれた。ナイスター43番、今度はキャリア43番が素晴らしいタフネスを見せまして、約6ヤードのゲインを果たしています。ジェイスターズ43番はただ6ヤードのゲイン、トライプチジェイスターズセカンドダウン。さあまずジェイスターズは力押しに出ました。ボールオン自陣33ヤードからセカンドダウン4、2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は4ヤード。ここで裏をつくようにパスを投じようと認めましたが、それを見計らってか磯野スーパースターズ79番が殺到しました。キュービーサーパスを投じる前に仕留めました。約7ヤードロスを奪っています。素晴らしいキュービーサックしましたのは磯野スーパースターズ79番の塚川。ファースト獲得まで残り11ヤード、ジェイスターズサーダウン11。さあ11ヤードの更新条件突破できるでしょうか。さらにいったーキュービーサーク、再びキュービーサーク、ここで磯のディフェンス陣が殺到。今度は43番がキュービーサークし、このプレーを阻止しました。ジェイスターズをフォースダウンロングに追い込みます。トライアクスジェイスターズ大きく後ろへ下がっています。ここで磯野キュービーサックしましたのは43番の西脇。ジェスターズフォースダウン、決勝戦にふさわしい素晴らしい攻防になっています。ジェスターズフォースダウンロング、パックフォーメーション。さあリターンに入った、これはジェイスターズカバーしまして、ハーフウェイ付近で攻守交代となります。ここで攻守交代、攻撃権は磯野スーパースターズへ変わります。さあジェイスターズここで地上戦により打開図ろうとしましたが、これを磯野ディフェンス陣逆に圧力をかけ回しまして、この攻撃を断ち切りました。
その磯野の2回目の攻撃に入ります。磯野ユニフォーム、磯野スーパースターズに攻撃に変わります。磯野スーパースターズ50ヤードよりファースト10、磯野スーパースターズハーフウェイからファースト10。このプレーどうなったか、パス成功している、パス成功。さあ厳しい状況でも、しかしプレーアクションのパス、これをワイドレシーバー15番カバーサイドから見事にキャッチしまして、約6ヤード目、磯野スーパースターズセカンドダウン。厳しい状況、見事にキャッチしました。ワイドレシーバー15番は伊藤、この一戦にかける集中力を見ます。磯野スーパースターズセカンドダウン4、ボールオン相手陣44ヤード。さあ外へ展開して、このパスはどうだ、パス成功。プレッシャーある中、右に展開したワイドレシーバー4番にパスを通しました。このパスキャッチにより攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースト、まずは10ヤードパスで刻むように飛び出して攻撃権更新を果たしました。磯野スーパースターズ、磯野スーパースターズ敵陣39ヤードより、これにより相手陣39ヤードから磯野1回目の攻撃に戻ります。磯野スーパースターズファーストアウト。さあ動いた、どうか、タッチダウン、磯野スーパースターズタッチダウン。ここで意表をついて一気にロングパス、クォーターバック18番エンドゾーンに目がけたパスをワイドレシーバー41番飛び込みまして、これをキャッチしエンドゾーンに入ってタッチダウン。磯野スーパースターズ6点先制になりました。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。キック成功、1点追加、磯野スーパースターズ7点、トライアクシスジェイスターズ0点。まず磯野スーパースターズがタッチダウンで先制となりました。先ほどのタッチダウン点と合わせまして、アメリカンフットボールは得点方法を大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンです、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはこの後にもうワンプレー入って、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これぞ自殺戦となります。セーフティーのパターンを加えますと、アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通り、この足し算により構成され、引き分けが起こりにくい勝負になっています。そして試合は先ほど得点を挙げた磯野スーパースターズのキックオフで再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開となり、必然的に失点した側が攻撃を得やすい状況になります。さあジェイサーズリターンに入る、ナイスリターン、このリターンはキャプテンの7番堀が務めました。一周点をすり抜けながら自陣30ヤード地点の攻撃位置を確保しています。この位置からジェイサーズの反撃が始まります。約20ヤードのリターン、トラックスジェイサーズ自陣32ヤードよりファースト10。ジェイサーズ自陣32ヤードからファースト10。さあランプレーから入ります。ランニングバックハンドオフ、43番ハンドオフから左オープン展開を図りましたが、しかしこれは磯野ディフェンス陣集まりを組む、スーパースターズ59番ヘルメットオフ、ほとんど原因はありません。
セカンドダウンに変わります。43番多田学太郎選手中央をつきましたが1ヤードのロス、後ろ1ヤード押し返しております。チェスターズセカンドダウン11、ボールオンは自陣31ヤード。パス成功、パスだ。ここでクォーターバックワイドレシーバー7番キャプテンの堀を託しました。堀見事に期待に応えまして、このパスをキャッチ、攻撃権更新です。トライバックシスチェスターズファースター、パスが成功、17ヤードのゲイン。さあまず堀のワンプレーによってチームのリズムを作りました。ジェイスターズボールオン自陣48ヤードに上がりましてのジェイスターズファーストダウン10。しかし磯野のディフェンスが殺到。ここでクォーターバックがハンドオフオプションから自らキープを展開しようとしましたが、これを見計らってディフェンス陣が殺到し、このランプレーを2ヤードロスに変えました。素晴らしいラッシュをしましたのは磯野スーパースターズ44番の井川、2ヤードロスしています。さあジェイスターズ状況を打開できるでしょうか。セカンドダウン12、ボールオンは自陣46ヤード。パス不成功。ここでプレーアクションをしまして、クォーターバック8番その隙をついてパスを投じようとしましたが、ディフェンス43番のプレッシャーによりパス不成功。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。ジェスターズサードダウン12、ボールオン自陣46ヤード。通りました。ディフェンスラッシュの裏をつくように、そのブロックでパスのカバーするラインマンもブロックアイテムのキャッチアンドラ、これによって14番攻撃権更新になったでしょうか。攻撃権更新です。ジェイスターズファースト、見事期待に応えましてジェイスターズここで攻撃権更新を果たしました。素晴らしいキャッチアンドラを決めましたのはジェイスターズ14番のタリオク。さあこれにより一つ起点を前に上げる形に成功したトラックシスジェイサーズ、相手陣41ヤードからファーストアウト。さあここでドロープレーを展開した。これも決まり、攻撃権更新、ジェイサーズファーストランバック33番横田俊選手、今度はそのディフェンスのさらに裏を突かしてパスに見せかけたランプレー、ドロープレーを展開しました。この期待にランニバック33番応えまして攻撃権更新とします。ジェイスターズファースター見事ランプレー期待に応えました。33番ジェイスターズ横田のランでした。相手陣30ヤードに入りましてのジェイスターズファースター10。さあさらに横田でいきます。今度はハンドオフからの右オフタックでのパワープレー、横田タックル受けながらセカンドへ戻って約9ヤードのゲインとしています。約9ヤードのゲイン、クラックスジェイサーズセカンドダウン。ジェイサーズ相手陣21ヤードからセカンドダウン残り1ヤード、攻撃権更新には1ヤード、そしてエンドゾーンまで21ヤードの位置にあります。ここでホイッスル。クォータータイム、第1クォーター終了です。ここで第1クォーター終了です。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、トライアクシスジェイスターズ0点、磯野スーパースターズ0点、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。攻守ところ入れ替わりまして